あの絶対王者がついによギボーベルサイユリゾートファームに、に対するみんなの反応。お重長さんが快眠バラ親父ファームに。またすごい有名人が来たもんだ。ヨギボーを与えられてしまうのか。あれふるさとでシュボバやるんじゃなかったのか。シュボバやりながら見学できるパターンか。親父が破壊しお重が飛び越える。バラ親父ファームが成功すればするほど引退馬リゾートが増える寸法よ。さすがに回数少ないから基本ヨギボーでのんびりしつつたまに種付けやるパターン。エンパイアペガサスとお重長さんの共演が来るのか。スター軍団すぎる。ネタにこと書かないな。バラ親父ファーム、バラ親父跳躍ファーム。冬の北海道はしんどそうだから春頃見に行きたいな。柵を壊す方と柵を越す方、噛んだり蹴ったりするタイプのステゴサンクだった気がするけど、牧場の人たち大丈夫かな。エタリオーで慣れてるだろうし。エタリオーパターンか。オーナーバラ親父ヨギボーにとってインインインで、なおかつお重自身にとってもなかなか幸せな選択だと思う。けど話題性が凄すぎてクラクラするな、この組み合わせは。ヨギボー飛び越す映像撮れたらまた CM に使われそう。引退したてのスターホースがうまいこと絡んでくれたらヨギボーの人絶頂しちゃうよ。大気の鼻息とレジさんの匂いとヨギボーと筋膜リリースとバミ肉作破壊おじさんがいるところか。障害犬競技用の子みたいな感じで少しだけつけるみたいになるんかの。障害が日本よりずっと流行ってる欧州でも障害馬からシュボバ行きはよっぽど優秀じゃないとないから。2400メートルでの実績あってもきつい場合があるからな。障害三冠も整備しよう。お重は障害馬の中ではよっぽど優秀だよ。こいな。ていうかバラ親父はよくオーナーを口説き落とせたな。ヨギボーをはべらせて契約したんだろ多分。オーナーをヨギボーにつけてダメにしてから口説いたのか。こっそり買ってるよりこうやってメディアで近況を露出させてくれるところの方がみんなに知ってもらえていいという判断かもしれん。アイドルホースだもんな。話題性がすごい。バラ親父ファームがテーマパークみたいなラインナップだな。この牧場有名な馬がいっぱい来るな。ドトシャトが去ってブロードアピールも死んじゃったから新たなスターホースが欲しいところではあった。こりゃまたとんでもねえ大物が来たもんだな。普段から面子つけてるのなんか覆面レスラーっぽい。近年じゃ間違いなく面子のイメージが一番強い馬だろうしな。こりゃ見学可能になったらしばらくは大忙しだろうな。俺だって行きたくなる。親父ももう少し年取ったら移動するかもしれないしな。俺より強い策に会いに行く。今までのメンツで一番賞金稼いでそうだな。平地も勝ってるし長年怪我もなく走って頑丈だぜ。チケゾーのとこにはオーケンブルースリーが新入りとしてやってきた。メンツがメンツだから完全に芸人事務所なんよ。ベルサイユとしても願ったり叶ったりなんじゃないかなこれ。いやもう渡りに船すぎるでしょこれは。ジャパンの CM がバズった次の一手としてはこれ以上のものはないんじゃないかってレベル。馬娘にして親父とのゆりかぷで一旗当てよう。父さんなお重長さんとゆり栄養しようと思うんだ。地域も観光で潤う、ヨギボーが売れる、ベルサイユにもっと人が来る、親父が寂しくなくなって柵を蹴らなくなる。親父は萌えキャラなの？萌えキャラじゃなければここまで話題になってねえんだ。親父がヨギボー枕をぶん回しお重長さんが軽やかに枕を飛び越える CM 作ろう。レジェンド中のレジェンドだからな。馬娘に障害競争を。レース場のマップに存在してるからな障害コース。馬娘の障害競争ってサスケみたいなやつでしょ？パーマーシナリオ的には野良レースって扱いになってたな。芝のトップになったやつと地方ダート紙の次は障害の絶対王者か。バラファームはもっと泊まれる部屋増やして。今増やしてるから待って。馬娘しか知らんけど愉快な作さん重視の二人が揃ったのか。馬主さんがファンにいっぱい見てもらいたいって思ってくれたのかな。壊さずに突き破るんだから柵の扱いにおいてこの馬以上の実績を誇る奴はいないだろ。
目父さん馬娘の世界では男のまま転生したお重くんとローズくんとジャパンくんに求婚されて色白なお顔が真っ赤に染まってしまう乙女芸主人公的キャラで売っていこうと思うんだ。ベルサイユファームは大御所が多いな。加速度的に面白い場所になってくなばら親父ファーム。行ったことないけどこれで出てくる料理めっちゃ美味しいんだっけ？谷のギムレットとローズキングダムがイチャイチャしてるところを眺めながら食う飯やコーヒーがまずいわけないだろ？余生を快適に過ごしてほしい。スターホースがスター性を活かしつつプライベートで守護場もやるとなったらバラ親父以上の敵地はあるまい。パイオツファームの時点で面白かったのにバラ親父ファームになってからバズり具合がすごい。このままだとヨギボーの CM にお重長さんが出てしまう。息子よ、父さんお重くんとのユニットでサクサクしていこうと思うんだ。あんなにあの手この手で作破壊対策してたのにコロナ緩和で観光客増えたら壊さなくなるとかいうシンプルすぎる理由は親父、ってなる。まあもともと構って欲しくて蹴ってる疑惑はあったから。ローズくんは基本割れ感せずって感じでジャパンくんは他のみんなと広いところで楽しそうにしてる中で唯一柵に近づくとカメラ映えしそうなポーズを取りに行く親父。ちなみにローズくんはギムレットが人参もらってるって気づいたら僕も欲しいですとばかりに柵に寄ってきた。そろそろ見学料取ってもいいと思うの。募金箱がパンパンになってたけどあんなにいいところ無料で見学させてくれるの悪い気がしてくるぐらいだわ。親父が壊して、お重が飛ぶ、バラはしおれる。ローズキングダムの楽園になるはずが悲しき現在。これからお重の動画が見れるってわけだな。ローズくんが守護場引退した直後の映像を見たけど複数人に支えられてやっとなんとか歩けてる感じだったから元気になって本当に良かったと思う。ローズくんは親父と仲良くなれて良かったな。ここに怒涛と大輝もいたんだよな。割と競馬ファンにとって聖地ではバラ親父ファーム行くとわかるんだけどあそこもともと鹿と牧場だったんだよね。つまり鹿と死に縁がある F 君が将来あそこにいたら面白いね。発信が頻繁だから元気にしてるの見れるのはありがたいな。これがありがたいよねほんと。写真撮るの忘れたけどヨギ棒が輪になって置いてあって中央にもヨギ棒が配置された謎のスポットがあったな。新しい側面を見せてくれそうで楽しみだな。こんなん人が殺到するだろって意見見たけどこれで日高行きを決意できるならもともと相当なファンなのでは？ぐへへ、4月からちゃんとお休みが取れるから会いに行くんじゃ。見に行きたい、行き方は。やめとくか。交通機関を調べてよし保留ってなってるよ。今はともかく雪解け後なら向川まで電車に乗ってあとは自転車で行けばええよ。レンタカーなしで牧場行くなら会えるくらいになっちゃうと思うよ。それ以外のところに行くならレンタカーだね。ツアー組んでくれてる生産牧場とかもあるけど自由時間はなくなっちゃうね。せめて宿泊客だけでも有料オプションで送迎やってくれたら行きやすいのになーって。北海道バイクで回ってる時に立ち寄ったけどマジでこの道で合ってるの、みたいなとこ通っていくし空港とか大きい町からもなかなかの距離だから二の足踏む気持ちはよくわかる。馬のファンからするとここに行ってくれると何がいいって定期的に様子がわかるってことだよね。実際親父は人が来てると柵蹴らないからな。人が来てる時にやると危ないからな。お重長さんもヨギ棒で寝てほしい。ジャンプして飛び越すかもしれん。踏み切ってジャンプされるヨギ棒なんて取れたら CM になるわ。親父のガタイの良さとナイスミドルっぷりと行動の可愛さはおっさん俳優や声優にキュンとくる気持ちがちょっとわかる。お重の急務員さん割とアクティブに出かける人みたいだしいつか訪ねてあげてほしいね。そうかバラ親父だったら長沼さんも気軽に会いに行けるのか。それがバラ親父行きで一番幸せなことかもしれんな。別れたくない、って泣いてたの印象的だったよね長沼急務員さん。道の駅とかサラブレッド記念館みたいなのもあるし日高は馬好きなら楽しいだろうな。父さんな、飛び越えしてみようと思うんだ。親父が破壊しお重が飛び越しローズくんはしおれる。お重のイケメンな素顔をこれからいっぱい見られるんだな。めんこ外すとめちゃくちゃイケおじでビビるよねお重。渋いおじさまばかり集まってくる。渋いイケメンホースのライバルが増えてしまったな。池おじによるボス争いが生まれてしまうのか。
ちょっと前まで社長がトンカチ持って DIY してたのに急成長したもんだ。今でも DIY してる。バラ親父牧場ストリートビューで見ると廃墟っぽいな。最近できたばっかりなの？元廃墟をクラファンで金集めて養老牧場にしたのが社長。旧牧場でゲート練習に使ってたゲートがそのまま残ってるんだよね。バラ親父ファーム。枕営業 CM のおかげで新しく旧車建ててるんだっけ。枕営業で知名度も上がったし営業努力すごいな。ジャパンの CM がバズったことで銀行に事業継続の見込みありと認定されて旧車建てる金を貸し付けてもらえたそうね。バラ親父やら枕営業やら一昔前のパイオツファームやら改めてひどい言い草だ。主母倍利前提みたいな話でハテナだったけどいい落ち着きどころになったな。今は引退有名馬を見ながらお泊まりできるおしゃれな観光型牧場なんだから頭が下がる。可愛い動物様の訴求力に人間ごときが叶うわけないのである。ジャパンくんが変な馬だったから起きた奇跡。あのディープインパクトとバチバチやってたすごい馬なんですよジャパンくんは。V が強すぎたせいでライバルらしいライバルがいなかった中でハーツと並んで貴重なライバル枠。没後にバラ親父にジャパン像が立つレベルの功労者。ヨギ棒とうまくいった後にハギ棒振り回す親父はさ、馬仕様のヨギ棒がふるさと納税の景品にもなって日高町もにっこり。お重町さんの種付けやるとしたら料金はいくらぐらいなんだろうね。趣味枠だから10でも100でも変わらないと思われ。血統自体は結構いい血筋だからなお重。父捨て後母父ぼりくりの上に品系的にも前傾が重賞馬でおじも地方重賞買ってたりとかなりいい感じだからな。ベルサイユファームすごいな。引退馬牧場界のマンチェスターユナイテッドだ。お重長さんのお父さんステイゴールドだったな。去年までステイゴールド3区が現役だったと考えると時空歪んでるように思えるな。まだ現役馬いる。障害の大馬さんって柵飛び越えて脱走したりしないのかな？馬術競技でもそうだけど馬が飛越するのってかなり大変だから。基本的には平気なはず、じゃなきゃ放牧地に放てないし。首都高ステークスとか平地競争の馬でも普通に脱走するぞ。お重が柵壊してグッズ化するって寸法ね。やったね親父ちゃん、お重グッズがいっぱい出るね。柵の産地偽装やめろ。ジャパン T シャツやギムパーカーみたいなグッズも着たいね。親父が蹴ってお重が飛びローズくんは噛む。親父枕でリアクションすれば1000万もらえるんだろ、ほら。ヨギ棒破裂したらマイクロビーズ吸い込みそうで怖いんだけど親父。一応ヨギ棒の頑丈なアウトドアモデルだかんな。これで破れないんだからやっぱすげえぜ、ヨギ棒。破壊神が破壊できないヨギ棒、これはいけるやもしれんな。この売られた柵ちょうど飛べる高さだな。友情トレーニング発生。最悪の友情タップやめろ。またローズくんが変な遊び覚えちゃう。野球みたいにオールスターゲーム開催して牧場ごとに引退馬集めたらベルサイユチームが強そう。引退馬でチーム作るならマスターズリーグみたいなもんかな？柵を壊すやつ VS 柵をまたいで超えるやつ、はい。嘘でしょ、タップ組んでる。お？最近人いっぱい来てくれるな、あれか？あれだろ？一発やっとくか？バキー。お重そうか。今まで飛び越えていたけど、蹴り壊せばよかったのか。バキー。新入りへの歓迎代わりの一発は結構ですので。今後もお重を見る機会がいっぱいできそうで嬉しい。ここの牧場はエタリオーがびっくりするくらい穏やか顔になってるから環境いいんだろうなって思うわ。あんなクセ馬だったのに偉いおとなしくこっち見てて柵から離れるとよそに行って近寄るとまたこっちに来るという人懐っこいやつになってた。どんどんキャラが濃くなっていくなベルサイユ。ある種、引退馬の芸能プロダクション的な方向性も模索してるようだし、タレント性ある馬が増えるのは願ったりなのかも。引退馬に仕事を与えることで生活費を馬自身で賄っていけるようにすることが目的みたいなことをどっかで見たな。何が正解かわからんけど、これで少しでも救われる命があるならいいのかな、と思った。ヨギ棒で昼寝、大好きな牝馬の匂いを嗅いで甲骨、柵を蹴り壊すヨギ棒をブンブン振り回して破壊するそれをヘッドバンキングで盛り上げる。これって言うほど仕事か？
趣味を仕事にしている人もいるから OK。 お重もふわふわに落ちてしまうのか。お前もアドマイヤになるんだよ。牧場は情報発信してくれるし、ファンは会いに行けるし、守護場もできるし、でこれ以上の環境はマジでそうそうないと思うからすごく嬉しい。穏やかに余生を楽しんでほしい。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ高評価チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。